どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこの小さいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン公開していきます。今日も始めていくよ。今日のレッスンは、はい、Gラボウクレレのガズモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、チェックよろしくお願いします。さあ皆さん、お知らせです。この本がリリースされました。簡単ウクレレソングブック5です。はい、もう大好評で皆さんご活用いただいていると思うんですけど、またの方はチェックよろしくお願いします。はい、そしてこの本の出版を記念したイベントが行われます。8月8日渋谷の HMV&BOOKS で誰でも参加できる無料のイベントとなっております。皆さんウクレレ持って一緒にセッションしましょう。内容はね、もう盛りだくさんな1時間なんですけど、その中でもですね、課題曲を設けてみんなでこのオレンジ色の本からセッションしようぜということで、この4曲やります。ガズレレソングはこれガズレレオリジナルソングですけどね、あいみょんとスピッツとユーミン。前回で行きましょう。練習しといてください。ウクレレ持って駆けつけてね。はい。渋谷の HMV&BOOKS さんで本を買ってくださったり、電話の取り置きとかもできますからね。してくださった方は、椅子の席に優先的に座ります。でも、椅子には限りがありますけどね。そして、ガズが本にサインしますよという券もゲットできますんで、ぜひ HMV でゲットもご検討ください。詳細概要欄に貼っておきます。さあ、今日のレッスン入っていきましょう。今日のね、寸曲、課題曲はね、スケールでっかい、思いを込めて歌いたい曲、お届けです。こちらです。ドン、トタさんの紡ぐ。これはですね、深いです。歌詞がですね、もうほんとなんかね、切ないんだけれども優しくて力強い思いを込めて歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやるんですけど、歌が難しいですよ。これ歌が難しい。歌のタイミングですね、メロディーライン、とにかくですね、ガズさんもこれはなかなか、後でちょっとガズがどんなものを見て演奏したかっていうのをね、後半ちょっと中盤の解説のところで見せようと思うんですけど、いや、歌のタイミングとリズムとはね、なかなかこれは悶絶レベル出したけど、一回物にしたらすごい、いいです。はい。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョン、ここにリズムが入ってきましてね、さらにね、ふんわりした優しいビート紡ぎ出していきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今のところで練習してもらって、どんどん音楽楽しんでいっちゃいましょう。さあ、今日のレッスン入っていきますよ。トタさんの紡ぐ。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。
のあなたとの幸せは極めてないから、空がなくあなたが笑えるように、風が歌うあなたに聞こえるように、雲は揺れる私の心のように、よどんだ空気も澄み切る星空に、今は願う、ただただ明日が来るように、もう一度その手を握れ、日が来るまで道がかかり、そしてつながる、紡ぐガズレレビューシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみました。なんともこう深い曲ですね。やっぱ大切な人に思いを込めて、奏でたい、そんな曲だと思います。はい、今のガズレレバージョンでね、じっくり練習してみてください。今のはですね、聞いていただいて分かったんですけど、ちょっとだけショートカットアレンジバージョンになって、感想とかですね、繰り返しのところちょっとショートカットしてるんですけど、ほぼほぼね、前編の大切なところは解説しているというか演奏しているんでですね、まずこのバージョンを練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながら、動画に合わせて何回も練習してもらって、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできたらすごいと思いますけど、さっき見たけど、この曲歌をですね、一緒にこれ歌うのはなかなか難しくてですね、ぜひもう聞きまくっても覚えるしかないですから、はい、心込めて歌っていきましょう。一緒に演奏できるようになった方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはこれは至難の技ですからね。最初のうちはやっぱ楽譜みたいなものを見て、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって、大空に向かってこの歌を声高らかに歌う、届けるために歌うみたいなの素敵だと思うんですけど、まず楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけれども、今、ガズの演奏はですね、このガズさんの手書きノート、この手書きノートを見ながら演奏してきました。今のガズレレアレンジだとこんな感じのボリューム感になってますけど、ちょっとこれ見てください、この言葉の多さ、もうすごい暗号みたいになってます、暗号みたいに。はい、もうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよとシェアしようと思うんですけど、その前にこのサービスが今始まってます。これめちゃくちゃいいサービス、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた紡ぐを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい、でこのね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会、ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。紡ぐ、トタさん、はい、
1番です。今日2枚にわたってますからね。はい。これ見ていこうと思うんですけど、ここからね、イントロが始まるんですけれども、ちょっとここ見るとね、タブーが書いてある。これかっこいいバージョンで一瞬ここにメロディーを弾きます。簡単ですから、ね、後で解説していきます。はい。そしてここですけど、ちょっとここ下にくるっと書いてあって、FFF シンコペーション G7。これね、ちょっとここの2行、A メロのところ、16ビートなんですけど、これかっこいいバージョンの話ですけど、ちょっと普段と違うリズムが登場しますんで、お楽しみにしておいてください。はい、こうやって写しとくので、一晩お時間ある方、この通りに書いてもらうといいと思いますんで、一時停止して書いてください。で、今紹介させてもらったガスクラブで、このガスが手書きで書いたデジタルデータのそのものをね、ダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効でございます。今日の曲なんか特にすごいですから、歌詞の上にここ、点がついてるの分かりますかね？点とかこの、よく見るとね。これがリズムのすごくね、ガイドになるんですよ。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。水たまりに一粒落ちた雫でーって感じですね。ここの点でリズムを測ってるんですからね。これなかなかね、言葉のタイミングとメロディー今日かなりやばいから、このね、点だけでね、まずリズムのガイドがすごくガイドになると思います。ちょっとね、これ見せ終わった後にガズが何を見て今日演奏したかっていうのもちょっと見てもらおうと思うんですけど、今日はなかなかでした。はい、お時間ある方はこのように、写しとくんで一時停止でこの通りに書いてもらうといいと思います。下にこんな風に書いてあるのはかっこいいバージョンですよ。かっこいいバージョンではこのコードに変われますよということでございます。まず B メロまでイントロから。はい、帰ったかな？いいかな？一時停止ね。はい、そしてこっからサビになりますね。このサビがですね、もう本当にもうスケールでっかくて、もうキュンとくるやつなんですよ。ここワンブロックコード4つが出てきますけど、ゆっくりなんでね、簡単バージョンでもできると思います。チャレンジしてみてください。これコードは結構変わってますからね。はい。で、ここまでやったら、オリジナルのちょっとショートカットの感想を挟んで、ブリッジパートに流れていきます。まずこのサビ3行ちょっと書いていってくださいね。一時停止。はい。そしてここの2ブロック F と G7 で、感想を入れて、ここブリッジ。ここがね、いきなり来るところですからね。さようならの前にいいところです。ここがもう最高のところ。一番盛り上がっちゃうところ。サビより盛り上がっちゃうこのブリッジパート。はい。ここをやってもらってですね、ここもちょっとコード変わってきますからね。で、2枚目のこっちのページに。はい。はい。フルリンパして。そしてこれがまた後半のサビなんですけど、ここはね、この1行は、かっこいいバージョンはアルペジオって書いてあるんですけど、今のシンプル簡単バージョン、ここ伸ばしましたと。で、ここがちょっとショートカットバージョンにさせてもらってるところで、ここもちょっとね、慣れてきたら皆さんオリジナルのようにできます。ちょっとここ繰り返しになるんですけど、ここガズレレオリジナルのショートカットバージョン、ここの感想とここがちょっとショートカットになってるんですけど、ひとまずガズレレアレンジではこういう風にやってみましたということでございます。はい。で、ここからリズムが始まっていって、最後、終わっていくよということ。で、最後ちょっとね、今のシンプル簡単バージョン、お楽しみになったんですけど、これかっこいいバージョンでここだけ、アルペジオでしっとり落ち着いて終わっていく。で、ちょっと開けて、本当はここで F で終わるんですけど、まあ最後 C で終わったよと。そんな感じになっております。はい。ちょっと一時停止でこれも映しといてください。はい。まあ、ガズクラブでね、今日の楽譜はダウンロードしてもらうのすごいいいかなと思います。ちょっとね、そうだ。今も言ったんですけど、今日どんな、楽譜をガズさんが見ながら、演奏して、もうね、メロディーライン。もうびっくりですよ。これです。この赤いのはメロディーラインなんですよ。これで覚えたんです。このイントロメロディーも、てん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 。ここ見てください。水たまりに一粒落ちた雫で、こんな風にガズを書き込んでるんですね。すごいでしょ。で、要注意のところはこの緑で書き込んだり、今日こんなレベルなんですよ。やばくないっすか？もう昨日の夜ね、これでもうね、もう悶絶でした。だけど、覚えちゃうとすごいスイスイ気持ちがいいという感じで。まあ、こんな感じなんですよ。はい。こういうのって見ることなかなかない。たまにね、こんな見せたりするんですけど、ガズさん、ここまでこう分析して、メロディーラインとタイミングを測っているわけでございます。こういうのも参考になればと思っておりますと。はい、今日はレアなことだったんですけど、出てくるコード、ちょっと紹介しましょうか。はい。今日はね、コードこんな感じになっております。赤く囲ってるのはかっこいいバージョン出てくるんで、これはちょっとちょっと置いといて、今映ってこれ、いきますよ。C と A マイナーと F と D マイナー、D7、G7、D7、E マイナー、7ですね。1、2、3、4、
1,2,3,4,5,6,7,8 個のコードです。今映ってるこの8個はね、たくさんあるように思うかもしれないけどね、これは安心の入門コードのグループなんで皆さん良かったですよ。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと、モリモリでございます。さあ、それじゃあここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱりちょっとまあ、ここでお伝えしておきたいのは歌ですね。なんか掴めそうで掴めないメロディーラインを掴み取るのが、これはもう何回も練習するしかないから聞き込んでね。さっきみたいに自分でこうノート書き込んでいくのもいいと思うし、分析が必要だと思います。しっかり、メロディーをね、こうマスターするには。でもそこがですね、面白いとこなんですよ。ぜひ皆さん、じっくりほんと深掘りしないとこういう曲歌えないですからね。でもやっぱその先にはちゃんと素晴らしい光景が待っているということでございます。はい、じっくり、取り組んでいきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。一個だけコード追加。C、オーギュメントです。AUG と書いてオーギュメント。これ簡単ですから、一瞬で出てきます。C を押さえておいて4弦の1フレット。これね、流れの中のフレーズで出てくるんで、これはね、これだけ弾くと気持ち悪い感じがするかもしれないですけど、まあ後で、解説していきますんで、ちょっとやってみてくださいと。はい、じゃあかっこいいバージョンのリズムですね。今日はね、これはこんな感じになってます。16ビートのちゃとカッティングとアルペジオ、でっかいスケール感の雄大な16ビートのちゃなんですけど、メインはね。で、16ビートのちゃも A メロのところでね、ちょっとね、変則的なのが出てくるんですよ。まあそれもちょっとこの後じっくり解説しますけど、基本的には今映ってるこのリズムでいきます。このリズムの解説概要欄に貼っておくんで、ウクレレでできるリズムのいろいろという URL をクリックすると、この3つの弾き方のもう相当濃厚な解説動画がもうすでにそこにアップロードされておりますんで、じっくり取り組んでもらいたいと思いますが、今日はね、やっぱ16ビートのチャのたりしたバラードっていうのが一番ね、かっこいいくて深くて難しいっていうのはあるんですよね。ちょっとですね、サビのコード進行でちょっとね、そのリズム、ちょっとやってみようかな。せーの、さん。空がなく、ドン、スキパカツカドン、スキパカツカドン、スキパカツカドン、チャカタカダン、スタダン、スタダン、チャカタカダン。ふんわりした。雄大な感じ。アクセクガチャガチャしちゃダメですよ。力入れるとこの風にはなりませんからね。これいつもの解説ですけど、この動画がめちゃくちゃ役になります。16ビートのチャがうまくいくようになる7つのね、ポイントみたいなやつがあって、これもね、ちょっと概要欄に貼っとくんで、これも、ちょっとこうね、緩やかな、滑らかな16ビートっていうのがね、このね、なんか、そういう感じがね、結構大事。今日はね、ほぼね、ワンブロックコード2個が多いんで、今のグルーブが出るとすごくいいと思いますということですね。はい、じゃあちょっと細かいとこ見ていきましょうか。で、イントロなんですけど、一瞬メロディーを入れます。タブ譜です。これタブ譜出しますけど、これ読み方わかんないから、方は概要欄に貼っておく。これ簡単一瞬ですからね。ちょっとやってみると、リズムのね、途中から入ってくる感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、テン、テン、テンってなります。最初に2弦の0、次1弦の3、次1弦の2、次2弦の3です。0323です。0323、一瞬ですよ。ちょっとゆっくりやってみて。ワン、ツー、スリー、フォー、テン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 、イントロ入ってきます。これはね、結構すぐできると思うんで、ぜひトライしてみてください。で、今日一番ね、地味に難しいのは A メロのリズムがちょっと普通の16ビートとタイプが違うんす。ちょっとやってみるね。歌なしでやってみますね。せーの、さん、はい。ダンダンダチャカポンポンチカポンダンダチキパンパンです。わかる？ちょっと後ろにタイミングがずれてるっていうのかな、そんな表現なんですけど、これたまにこういうね、リズムが出てくるんですよ。これドラムで言うと、ドーンスとダンスタツタドン、ダンスドン、ダンスタツタドンタみたいなイメージだと思います。ちょっともう一回やってみるね。G7 の、この FFFG7 の G7 タイミングが変わるところをご注目ください。せーの。
思議なリズム、これいい感じなんですよ。これちょっと歌入れてやってみるとさらにこれが難しい。ワン、ツー、スリー、ポー。水たまりに一粒落ちた雫で世界は波打ち歪んで見えちゃう。こんな感じ。ダーンダーンダチャカダーンダーンダカダーンダーンダチャカダーンダーンダダーンダーンダチャカダーンダーンダカダーンダーンダチャカダーンダ。これがちょっと何気にあんまりやったことないっていう慣れがね必要っていうだけで、ちょっとこれマスターするとできると思うんですけど、その上にこの A メロの歌がね結構難しいんですよ。これだからここがちょっと今日一番何気にねガズさんは一番こう、マスターするのがちょっとね時間かかったとこかなと思います。で、その後半やってみます。大事なものすら、せーの。大事なものすら、曇り空、影かく。ここでシンコペーション。ドーン下を向かい。今の矢印のマークはシンコペーションといってリズムがズコーンと前に食い込んでくる。これがね、急に入ってくるとかかっこいいんですよね。はい、ここ要注目です。はい。そしてその後 B メロ。詰まれてしまうのにね、ところでもシンコペーションと決めが入ってきます。後半いきます。ここは16ビートルじゃ普通のリズムでゆったりどっしりですからね。後半の枯れてしまうのようにから、せーの。枯れてしまうように。この歌が、ここでも、れたらダッタ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 。はい、この矢印マーク流れたらのところで同じようにこの歌が流れた Am でダッタ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 ッと止まるんですけど、ここカッティングで左手で音止めてます。これカッティングって言いますね。これをダン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 空が泣くとこうサビにドカーンとこう入ってきてなだれ込んでいく感じですね。ここがねどれだけこう雄大にいけるかというところだと思います。で、サビになったらやっぱり、これ弾き方の、この力もね、強さもね、強弱つけるといいと思いますね。だから B メロの、枯れてしまわぬように、の16ビートとサビの、空が泣く、なった。ここの方がやっぱりちょっと、なんていうか、ピークですからね、サビですから、ドラマティックに行くにはこっちの方が、スケール感出るように、ボリュームもあった方がいいと思うんですね。そんな感じでちょっとやってみてもらえばというふうに思います。それで、サビの後半から、やってみると、雲は揺れるから行きましょう。雲は揺れよ、私の心のように、淡く、脆く、ここです。で、A マイナー、C、A、U、G、C から D、セブン、ここ。だんだん降りていく感じ、音が。でんでん、C から D、セブン。これがね、かっこいい。これ他にもね、このパターン出てくるんで、これも、ちょっとチェックしておいてください。はい、そしてですね、このままブリッジに、こう、なだれ込んでいくんですけど、それまでの流れはですね、動画を見てもらうとね、分かっていただけると思います。同じようにコードが変わったりとかしています。ほんで、最後というか、そのブリッジパートが終わったら、最後のサビの、ラストのところなんですけど、最初、アルペジオでいきます。空が泣く、あなたが笑えるように、ここは、なんていうのか、ボリュームをすごい下げて、静かにというかですね、まあ、こう、紡ぐように、細い糸をこう、手繰り寄せるように歌っていく感じがいいかなと思いましたね。はい。そしてだんだん盛り上がっていくと。で、あとは繰り返しになります。そして一番最後の最後、アルペジオにまた戻るっていうのがかっこいいですね。じゃあ、一番最後の虹がかかり、そしてから、せーの、さん、虹がかかり、そして、つながる。ここアルペジオで小さいボリュームでゆっくりなって F 行って、本来だとここで終わってるんですけど、ガゼレルオリジナルで最後に C でダーンと終わったというのが解説になります。一個パターンをつかめちゃうと、演奏面では、16ビートのこのゆったりしたどっしりゆったりスケール感大きい16ビートさえ奏でられればいいかと思ったら、そうでも A メロのリズムがあるからね。まあでも、いやいや、なかなかこれはね、高難度な曲ですね。リズムも演奏面もそうですし、歌のメロディーと言葉のタイミング。これはなかなかでした。さっきも見せたけどね。もう一回見る。すごいですよ、これ。これはなかなか、ガズレレでもなかなかハイパークラスな、この歌のね、レベルの高さでございました。まあ、こんな風に工夫してね、自分なりの、わかりやすさでいいと思うんでね。はい。そしてやっぱ忘れちゃいけないと思うのは、やっぱその、この、歌が持ってるやっぱメッセージ性というか、その、まあ、そこですよね。その思いをやっぱりぐっと胸に抱いて届ける。これを忘れないようにしてください。
き語りの醍醐味っていうのは心とか感情を込めるっていうところにあると思いますからね。そこを忘れずに、まあこうテクニック的なところもいろいろあるんだけど、やっぱそのバランスだと思いますね。それが一つに合わさって、素敵な音楽になるんじゃないかなというふうに思います。さあ早速やっていきましょう。トタさんの紡ぐガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。これはね、もうすごいエモいですね。このスケールのでっかさが表現できたらすごいいいと思います。いろいろな要素が入ってるんで、もう焦っちゃってガチャ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 、頭の中もごちゃごちゃになりがちなんですけど、まあ一回落ち着いて、すごいゆっくりでいいと思うんで、こう優しくまろやかに聞いて演奏ができるようになるとね、いいと思います。そこが、キーポイントかなと心込めて歌っていきましょう。さあ、お知らせです。さっきもお伝えしましたけど、これ、8月8日渋谷の HMV&VBOOKS で、誰でも参加できる無料イベントですよ。はい、この曲みんなでセッションしますからね。ウクレレ持って集まってください。詳細概要欄に貼っときます。よろしくお願いします。あとですね、ポップアップショップ、8月11、12、13と、初の北陸上陸でございます。イオンモール、河北にある島村楽器店さんの一角で、開催します。ぜひこれもチェックよろしくお願いします。概要欄に貼っておきます。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍
版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村かきさんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。